下助地駅は、かつて、岐阜県江奈郡助地町に存在した北江奈鉄道北、江奈鉄道線の駅である。北江奈鉄道線の終着駅であった。もともと、北江奈鉄道は、福沢桃介が経営する大道電力が、木曽川に大井ダムを建設する際、助地川からイカダを使っての神宮備林の木材輸送ができなくなってしまうことから、 ダム建設の条件として建設された鉄道であり、貨物輸送も多く行っていた。当駅は、竹地森林鉄道下府地停車場と接続しており、木材は、竹地森林鉄道から、北江名鉄道線を経由し、中津町駅にて、中央本線中津川駅へと運搬されていた。木造駅舎が設置され、有人駅であった。下竹地駅は、 つけち町の中心地から離れた位置に存在した。当初は、下つけち駅からつけち町の中心地のつけちまでの計画であったが、用地買収がうまくいかず、1932年に免許が失効している。旅客用としては一面一線のホームを有していた。木材運搬用の貨物引き込み線や側線、つけち森林鉄道の引き込み線や、 貯木場が設置されており、広い構内を有していた。駅舎は、北エナ交通、カフチバス停の待合所などに使用されていたが、老朽化により2002年1月に解体された。跡地はさら地になっている。ホームの周辺は、土で埋められたが、ホームの痕跡は確認できる。廃車されたも561も、カフチバス停の待合所に利用されていたが、 老朽化のため解体されている。ありがとうございます。